僕社老試験受けようと思ってるんですけど、手続きってどうしたらいいんですか毎月3から4回受験日があるから、それに申し込んだらいいですよ。そうなんですね。一種の二種があるけど、どっち受けるのちなみにまだうちの事業所50人超えてないから、したくなくてもいいと思うけどね。社長、それ、もしかしたら衛生管理者の試験かもしれないです。あ、違うんですかあ、そうかそうか、ごめん。毎月受けられるんだけど、会場でパソコン使って受験できるやつで、案内に上見ないっていう萌え系のキャラクターが、載ってるから。社長、それ、もしかしたら IT パスポート試験かもしれないです。あ、違うんですか ごめん間違えてた。えっと、1時、試験2時、試験3時試験まであって、1時試験は筆記なんだけど2時試験から、テイスティングが入ってくるの。社長、それ、もしかしたらワインエキスパートかもしれないです。あれ、そうだっけ社老子試験はね、1回8月に試験日があって、4月から5月までに申し込みをするんですよ。ああ、そうかそうか。知ってるなら先言うてよ。3回も社長を間違えるの待ってんと先言うてよ。でも、ホンダさん、社老子試験ってすごくテスト範囲が広いんですよ。大丈夫ですかえ、どんなところが出るんですか まずね、国ごとに、ルールやランクが違うから、どこの村でどういう風に作ったのかってところから、覚えないといけないんですね。社長、それ、もしかしたらワインエキスパートかもしれないです。ああ、そうか、えっとね、勤怠管理と給与で別々に検定があってね。社長、それ、もしかしたらジョブ管検定かもしれないです。そうか、えっとね、この動画を公開しても、個人情報の漏れかないかを確認して。社長、それ、もしかしたら用つべ認定かもしれないです。ああ、そうか。社労士試験の範囲は労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害保障保険法、雇用保険法労働 そんだけ知ってるんやったら先言えって。まあ、でも本田さんが受験してもどうせ落ちると思いますよ。社長、それ、もしかしたらその通りかもしれないです。否定せよ。なんでそこすっと乗っかるねん。だってみんな継続的に努力してやっとの思いで合格してるのに、試験日や試験範囲も調べない人が受かるわけないじゃないですか。まあ確かにそう言われたらそうやけど。ずか、絶対一緒に受かろうな。ワイン焼キスパート、と、シャローしちゃうんかい、もうええわ。